はい、ゆうたです。今日は松田さんが隣にいます。仕事してます。今日紹介するのは、最近僕ピアスをまたつけてまして、高校生以来ピアスを買ってみた。どこで買ったかなこれ。バローの雑貨屋、700円。安いピアスを買ってみました。で、これ裏が樹脂になってていいんですよ、これ。裏が樹脂になってて。じゃあまた明日。バイバーイ。